パワービズハート。え、教授何やってるんですか？ん？電気をあまり使わなくても暖かく過ごせるようにしています。節電ってまた必要になるんですかね？どうでしょう。でも電気を使う側の努力は必要です。じゃあ電気を作る側は努力してるんですか？詳しく知りたいですか？はい。じゃあ手伝ってください。え、冬の電力のためにできること、関西電力。そろそろ教えてください。抑えてください。ああ。パワービズハート。教授、冬の電力のためにできることって、あ、方程式？まずは火力発電をフル稼働。そのための燃料確保。原子力は安全最優先で供給力を支える。なるほど。関西電力は原子力稼働数国内最多、冬の電力供給に全ての発電所を全力で。全力よ。安倍さん入られます。小沢さん入られます。よーい、スタート。まずは火力発電をフル稼働。そのための燃料確保。はい、カット。皆さんこんにちは、阿部サダヲです。今回の CM では大学教授という新しい役に挑戦させていただきます。いつもありがとうございます。皆様こんにちは、日向坂46の小坂奈央です。この度関西電力の新 CM に出演することになりました。私も15歳まで大阪に住んでいたので、関西電力はすごく親しみのある会社で、 CM のお話があった時はとても嬉しかったです。この大学教授ですが、少しね変わった人でして、例えば冬の節電に備えて早々と冬支度を始めちゃったりとか、あと突然地面に方程式を書き始めたりとか、ちょっと極端なところもありますが、とてもこれは純粋なキャラクターです。大学教授にやったことなかったし、ちょっとすごく興味ある役だったので嬉しいですね、率直に。今回の CM は阿部サダヲさん演じる大学教授とエネルギーのことを一緒に考える大学生という役柄だったのですが、普段はあんまり意識してなかった電力の問題や節電について、私自身気づかされるきっかけになりました。今回のテーマというのが冬の電力問題ということなんですけども、私自身も今年夏ね、よく節電要請とか電気が足りないっていうニュースとかで改めて電気の大切さっていうのを痛感しましたね。自分の家でできること、便座を下げるってことですね。まあ、便座を下げるってことで結構節電になるって聞いたので、子供とかが開けっぱなしにしちゃう場合は下げてとか、そういうのはしました。詳しく知りたいですか？暑かった時は脱ぐっていうのはありますけど、脱ぐって限界があるじゃないですか。逆に着るっていうのは限界がないと思うんですよね。着込む。私もこの冬電気を使わずにちょっと着る毛布を着てみたりとか、あったかく過ごせるように頑張りたいなと思います。エネルギーのことを皆さんで考えるちょっとしたきっかけになりますように、私も全力で演じさせていただきました。ぜひお楽しみください。阿部サダヲでした。これからは私も CM を通じてエネルギーのことを伝えていきたいと思います。日向坂46の小坂奈央でした。